I like blocking, but I also like unblocking. 癒しをテーマにしたゲームって言ってるのに、みんな口々にここはめちゃ怖い、マジで怖いっていう場所が幽霊船なんですけど、そこを作ったのね、中村ですからね。最後の方で QA の時間あるじゃないですか、うんうんうん、あそこでプレイした時に座席で泣いて、うん、酔っ払ってたのかな少し、うん、それでなんか俺の中でこのチーム最悪だったからって言って言い出してこの話はこれかな、あのアートを中村が描いてきたからこれ使いてえなってなって、先生のやり方をこう見て盗むというか、あこういうものの考え方するんだなっていうのをその短い期間ながらまあ学んで、秘密のレシピはないですね。毎回もう本当にヒヤヒヤしながら、でも誰かがそうやって何かこう光がピカッと光って、はい、あそれみたいにこう手繰り寄せて、お面白くなってきたっていう、うーんって毎回崖っぷちですから。2本目にそのベオネッタが始まるんですけど、その時に神谷さんともう一回できる人って誰だっけな、誰か聞いたんですよできる人って聞かれて、はーいって言って言ったんですけど、私ちょっとあの変な企画出しちゃってたからあれで、うん、で途中から戻ってベオネッタに戻ってきた時に、うん、神谷さんがやりたい世界観出てるかなってすぐ入って分かって、神谷さんはなんか別にこれでいいと思ってるみたいな感じでしたけど、うんうん、なんかもうちょっと持っていけんじゃないかなっていうのがあって、それでちょっとあの絵描いて何回持ってって、それであのドームの絵を描くんですよ、闘技場闘技場フォルツードが出てくる、うん、闘技場を描いて、それであの神谷さんがこれだって言って、うん、あれよかった、はい、うん、そっから私バーって世界観が決まって、うんうん、でデザインかけたんですよ。あ、はい、なんとなく思い出したうっすら。 そっからの神谷さんのオーダーは全然変わって、うん、こんな感じとかじゃなくて、うん、なんかでっけえ2つの塔がみたいな、結構明確 でとにかく大きいものとか出したいっていう、うん、でダイナミックでド派手でっていうのが出てきて、あよかったなと思って、なんかずっと平地歩いてるじゃないんじゃないかなって、はいはいはい、このゲームは狼の時も平地だけじゃなかったから、うんうん、と思ったらやっぱり、うん、橋とかね、うん、登るしミサイルにも乗るし、はいはいはい、なるほどなるほど。さっきの最初の話だけどさ、その神谷とやる人っていう、うん、俺大体プロジェクト終わるとあのもう神谷さんとやりたくないですっていう人が現れるのよ、うん、知ってますだから多分聞かれたんだと思うんだよな、うん、自分デビルメイくらい好きだったんで、うん、それの、まあ、神谷さんが作る新しい女性のヒーローのゲームってなんだろうって思って、それもすごく気になったし、もともとああいうゲームを作ろうとは思ってなくて、ちょうど Wii が発売になって、ああいうリモコンのなんか棒のリモコンコントローラーで棒のリモコンコントローラーでなんかカジュアルに遊ぶゲームっていうのがまあ出てきてたから、まあプラチナとしても俺もちょっと色気を出してそういうカジュアルなゲーム作った方がまあ売れるんじゃねえのみたいなことを思って、売れ考えてたんですか売れ考えてた、俺神谷さんが売れを考えるんですか、売れてえなと思って売れないやつじゃないですかこれもう売れないやつだもん俺基本的に、ジョー・オオカミと大失敗してますから、ほんで売れてえなと思ってそういう色気出して企画書書いてたら、あの橋本くんがその企画書見て、うん、つまんねえなと思ったらしくていろんな人につまらないと思われてるんですよ、つまらねえなと思われて、ほんであのポツリと橋本くん俺の席に来て、あの神谷さんの、ま、作るアクションゲームがまた見たいっすわとかってつぶやいたのよ。それでなんか俺ビビってきて、アクションゲームかって、オオカミってアクションに完全に振ったゲームではなかったから、うんうん、その前のビューティフルジョーもまあ 2D でっていうので、あまたそのデビルみたいなもうそのフル 3D のフィールドでアクションするゲームって確かにもう一回やってもいいなって思って、うん、まあ本格的に取り掛かったって感じかな。なんかあの時って
まあ、俺はデビルメイクライ作って、まあ、その後デビルからもう離れてしまって、うん、だけどなんかその後例えば、ゴッドボーとかあとまあ忍者ガイデンとか、うん、まあ、あとそのデビルが2は失敗したんだけどデビル3でまたちょっとこう再評価されてっていうのを俺が作ってないアクションゲームシーンがすごい盛り上がってて、ほんでなんかその中にたまにデビル1はみたいなのがこう話で入ってきて話題が出る、話題が出て比較対象になって、でもなんかそのまだ洗練されてないよねみたいな話にやっぱなるのよ。で何年前のゲームだと思ってんねんデビルって俺も思ってて、そんな話題になるんだったら俺がマジでもう一回アクションゲーム作るよっていう気持ちになったって感じかな、うん、あの時点でデビル作ってから7年ぐらい経過してたと思うから、確かに、うん、もっと、え、もっとかもしれない、いや7年発表で8年、7、8年とかそんなだったから、その間のノウハウの蓄積もそうだし、うんうん、まあ、やっぱりスタッフもすごい、まあクローバーを経てプラチナになって洗練されてきてるし、うんうん、この総力を上げてやっぱやってみたい、挑戦してみたいよねってなったって感じかな。そうね、中村が入ってくる前の初期のベオってものすごいゲームデザインがまだ球体依然としてて、うん、デビルみたいになんかあっちゃこっちゃ行って探索してみたいな感じの古いゲームデザインだったんだけど、まあ、そこもどんなん作りながら磨いていって、もう本当に探索はもう割と狭めにして、はい、進んでいくだけのアクションゲームにっていう風にどんどんなっていって、はい、まあ、ウィッチタイムとかは割と早い段階で試してたのかな、うんうん、だけどいまいちこうゲームにパンチがないよねっていうので時計塔の落下のシーン、うんうん、クライマックスですね、クライマックスシーンの制作につながっていくって感じやね、はいはい、私が入った時もなんか結構バラバラだったんですよ、うん、設定とゲームとあと世界観で、世界観神谷さんがなんとこう、うん、ジャンヌとかも原型はそう見えてきてて、でもキャラクターがまだベオネッタがベオネッタじゃなかったんですよ、赤い髪で、あ、それを試した時あった、はい、はい、それ瞑想の一つですね、あ、そうなんですねあの時もね、まあ、なんかやいや周りから言われたんだよね、チームから言われたのもあるし、まあクライアントの方から言われたのもあって、はい、要するにその黒いキャラクターってイメージが暗いと、ああそんなこと言われてたんですか、うん、あ、そうなんだ、で俺も別に鵜呑みするわけじゃないんだけど、まあ何かやりようあるか試すだけは試そうかなっていうのがあって、うん、その試す一環で髪の毛じゃあ赤くしてみようみたいな、赤毛にしちゃったりして、はい、だけどいろいろこう迷ったんだけど、一番最初にその島崎が挙げてきた、うん、そのやっぱり魔女って言ったら黒っていう、うんうんうん、そのアートにやっぱりこう戻ってき、一回りして戻ってきて、やっぱりこれだなって、うんうん、その瞑想期間で島崎に100枚以上デザイン書かせたかな、そうですね、すっごい見ました神谷さんめっちゃ書かせますよね、でもそれが私普通だと思ってたから、その中で神谷さんが言ってたのが、うん、なんか俺に選ばせろよって言ってて、そう、1枚しか持ってくるんだって、はい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 、複数あって選ばせるのがないとダメだみたいなことも言われたことがあって、ああ言うな俺な、なるほどって思って、なんか神谷さんに見せるときは複数枚書いてって見せるっていうのがもうルーティーンになってたというか、なるほど、はい、だからね、島崎さんも同じだとは、うん、そうね、はい、やっぱり優れたスタッフの仕事を見られるって俺の仕事のやりがいの一つで、例えばだからアーティストだったら言うだけやっぱり返してくるスタッフって、うんうん、優秀なスタッフほどすごいものがやっぱりいっぱい出てくるから、うん、欲張りなんですよ、うん、欲張りじゃん、うん、いろいろ見たいなって、はいはいはい、うん、見た中からちょっと選びたいなっていうね、はい、だから箸にも棒にもかかんないから、数書かした中から選ぶとはちょっと違って、うん、違います、うん、さ、ディレクターやってると、うん、困るのがさ、はい、俺結構そのスタッフに対して厳しいって言われるかもしれないんだけど、あ、はい、厳しくできる人ってやっぱり答えてくれる人なのよ、うん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 、で答えてくれる能力ない人って逆にこっちから言えないんだよね、アーティストの方は、アーティスト、相手がアーティストでもコンポーザーでもプログラマーでもいいんだけど、はいはい、要するにスキルがない人に対しては、あ、言えないです、強く言えないじゃん、はいはいはい、うん、なんとかしてよくしてあげるとか、なんかそっちの気持ちとか、それかもう諦める、まあそうだな、はい、諦めた方がお互いのためかなっていう苦しい決断の時もあるじゃん、はいはい、神谷さん諦めた時すぐ分かりますよ、
い、でも分かりますそれ、うん、はい、だからやっぱり 言うだけ本人ももちろんスピリットも高いしで技能もあってだから答えてきて出してきてくれるって人にはやっぱりこう厳しくってもっともっとあるだろうって期待できるんですよね。そう期待できるのよ、はいはい、私はあのそれではあの神谷さんに何回もリテイク食らっても苦しいなと思いますよ、うん、思いますけどなんか途中からちょっとあのマラソンと一緒で気持ちよくなる瞬間があるんですよ。ランナーズハイ的なのがあってでそこに到達すると始まるのがあの人が、まあ、あの時あいつって言っちゃいましたけどあいつが求めてる100の 120% のものを出したいって思うようになる瞬間がいつもあって多分これ島崎さんとかもあったはずでなんか神谷さんが出してくれてるのは最低限のアイデアであって、うん、私たちがこうネタを出すためのそれを超えるやつを出そう、うん、出そうっていうのはこう思えるディレクターさんの一人だなと思います、うんはい、でも全員がそうではないから、うん、まあそうなんだよなまあだから中村と仕事してるのはすごい楽しかったよね。え、うん、うん、そうですね俺はね、はい、あ、俺、うん、はい、ありがとうございます。俺は満足だった、うん、私も楽しかったですそうだよな、懐かしいよな、学びが多すぎる、うん、あとあのアクセサリーの時がもう終盤でしたけど、うん、でベオがそのアクセサリーをつけて技が増えるじゃないですか、うん、でそことかもアクセサリーって頼まれてそれをどうつなげるかとかも神谷さんとずっと仕事してたから あそのアクセサリーにも世界観を持たせて、うんうんうん、実はそれが全部つながってるみたいなのにできたし、つなげるのすごく勉強になりましたね。うんうん、そうアクセサリーのデザイン面白かったし、あの飛行機とか走行車とかもあれ全部中村だよな。そうですね、そう、はい、ちょっとあのアールデコっぽい感じのさ、そうです、はい、そう、ああいうの出てくるの面白いんだよな。ビッグリッドが旧市街で、うんうんうん、新しい町の島の方ね、あっちはなんかそのアールデコと近未来が混ざったのにしようって私がして、そうだそう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 、でそれが切り替わるのがあのこう橋、派手な橋の、あ、なんかはあの車走れる橋みたいな、うんうん、そう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 、そこですね。あの欄干もさ、この橋のこれアーチもさ、はいはい、バイクでこういう風に行きたいからって、そうそうそうです、なんか中村がだからデザインをこうしてくれたんだよね。でさらにねじって、でこれもう私我慢したんですけど、うん、建築的に耐えられないんですよこのもう、あ、もうこれ崩れるの崩れる、風吹いたら崩れるやつだ。でもそこはもう目をつぶろうと思って、うん、あのさらにひねってるんですよね、うん、欄干は、うん、こうなってんだよな。でなんとかロープでつないでそうバイクがこう行かなきゃいけないからさ、で神谷さんのでプロジェクトの面白い場合はそういう現実的に絶対崩れちゃうなとか、うん、絶対ありえないんだよなってところで、あの私が不安があると言ってくれるのが、うん、不思議パワーで大丈夫って不思議パワーってなんやねんそっか不思議パワーかって言って不思議パワーが許される設定のゲームを作るのが僕好きなんですよ。そうですね、そうなんですよ。魔法だったしベヨネッタってね、そうそうそう、あの魔女と魔法で、うんうん、そんなにフォトリアルの方に振り切ってないっていう、はいはい、 はい、いい頃合いなんだよね、はいはいはい、うん、それはもう無職ですから、ですが僕は超無職ですよ。無職だけどなんかやってるんですよね何もやってないですよ無職だけどゲームクリエイターを引退したわけじゃないですか。これからも神谷さんっていうクリエイティブが続いていくんですよね続いていく、続いていくといいよね、続いてきてくださいよ、うん、なんかね、だから俺会社辞める時にも、まあ、みんなに対してこういう理由で辞めるんですっていうことを前社に言ったんだけど、うん、何人かなんか俺が完全に業界から引退するって思い込んじゃったらしく、ほんでなんかすごい涙ながらに、うん、神谷さんまたゲーム作ってくださいとかっていうのを言ってくれて、うん、ありがてえなと思いながら、うん、いや俺別に辞めねえんだけどな、うん、職業はと思って会社を辞めただけであって、あの、そうそうそう、ディレクターとかそういうのを辞めたわけではないってことです、うん、ただまあ一人じゃできないから、うん、一緒にやってくれる仲間とか、まあ、やらせてもらえる環境とかを、まあ、そういうところでもしつながれたらやるんじゃないですかね。狼を前会ってるのはだから、ま、あのツイッターでさ、でもあれ、あのいつか作れたらいいねって言ってるだけで、別にその作るって言ってるわけじゃないですけど、すごいバズっちゃって。オオカミ is going to be back. Really? Really. Wow.
俺たちは、うん、あのいつか狼やれたらいいねっていう動画撮ろうって言って、はい、あれ撮ったじゃん、はい、だけどあの中のセリフでは、はい、あの狼来るからで、はい、本当に俺がイエスとかってもう断言してるから、はい、言っちゃったんだよ、あれ。そうそう、じゃあ有言実行ですね。有言実行はそうですね、はい、なんか最近さカプコンアンケートやったの知ってる？なんかユーザーアンケート取ってその好きなキャラクターとか好きなシリーズとかで、その待ち望んでる続編みたいなのもなんかオオカミ結構上位に来てたのよっていうくらい、はい、やっぱりあれもね、まあ、一緒に作ってたから分かるけど、はい、まあ尻切れトンボじゃん、はい、だからあれをやっぱりあのままにしちゃったらユーザーにも申し訳ないなと思って、いや例えば俺だってさ、あのコミックであのバスタードって知ってる？うん、大好き。ね、はい、あのダークシュナイダーの。杉原さんのですよね。そう、はい、あれさ、うん、いつ次続き出んねんって。そう、ずっと待ってます。そう、うん、俺死ぬよと思ってさそのうち確かに。そう、確かにじゃねえよ。だからやっぱりクリエイターはね、うん、ちゃんと待ち望んでるそのファンのために出していかなきゃいけない務めも俺はあると思ってて、まあ、まあ力説してる割には俺も狼から離れて長いんだけど、だからそこはやっぱりやる務めあるよねって、だからカプコンさんぜひね、はい、一緒にやりましょうよっていうことと、まあ同じ温度感で僕はあのビューティフルジョー3も全然やぶさかではない。あ、そうなんですね。そうですよ、あれもだってビューティフルジョーを遊んだことある人が地球で8人ぐらいしかいないからみんな騒いでないだけで、うん、あれも中途半端に終わってるんですよ、うん、だからちゃんと終わりまでやらないと。なるほど、終わらせない。なんかそのカプコンがこの間取ったアンケートの選択肢の中にすらなんかジョーがなくて、うん、俺だからアンケートに、うん、僕神谷秀樹ですけど、はい、ビューティフルジョーの続編作らせてくださいって、はい、書いたんです。書いて送ったのにそれもアンケート結果のところに反映されてないし、ということはディレクター本人が やらせてくださいって送ってるのになんで取り上げねえんだと思ってどういうことカプコン、住所間違ってたね。いやいや違うよ、だってウェブのやつだもん。あ、うん、送るやつですね。ポチって、はいはい、俺の文章どこ行ったんってそれは言わなきゃ。なんかいろんなユーザーのコメントがさ取り上げられてて、なんかあのバイオハザード僕が初めてプレイステーションで買ったゲームですとか、はい、なんか子供の頃からロックマン楽しませていただきましたって、はい、それは大事だと思うよ、大事だと思うけど、俺の言葉も取り上げてよカプコンって。ユーザーだけじゃなくて、ユーザーだけじゃなくて、うん、ディレクターの俺も一人の人間だし、そうですよ、そう、俺も一ユーザーだから ね、 そうですね、うん、開発者もユーザーですもんね。そうですよ、分け隔てなくそこは選んでほしいなと思ってめちゃくちゃだから、うん、ツイッターでやった時にすごいバズったのが、うん、やっぱりそれだけ街の求まれてるんだなって改めて思ったんですよ、ね、ふざけてやったってたら失礼なんですけど、うん、でもあれやって、あ、やっぱ待ってんだって。そうで、ああいうのでなんか刺激になって一石投じて、はい、うん、まあ、本当にプロジェクトが動き出すっていう可能性もやっぱりそういう奇跡にもかけたいじゃん、うん、だから本当に我々も別に悪ふざけなつもりじゃなくて、はい、なんかそういう感覚変化が起きたらいいなっていうのであのやったわけじゃん、はい、なんかそういうところからちょっとこう草の根運動というか、はい、実現に向けて、まあ、こうして僕もフリーというか、はい、無職になったわけです、うん、目を泳いでますけど無職ですからだって、はい、そこは、はい、無職の神谷さんを見る日が来るとは思いませんでした。そうですよ本当に、はい、でも クリエイターとして全然リタイアする気もなくて。そうね、はい、今も、はい、だって中村だって一国一城の主じゃないですか。国じゃないです。いやいやいや、すごいよな。国はないです。すごいと思うよあのみんなのおかげです、本当。チームなきゃ、まさかと思った俺も。あの単語やめてさ、あの フィギュア壊した中村が、あ、でかくなったなって。でかくなりましたよ。なんかケンシロウを迎えるサウザーの気持ちですよ。わかんない神谷さんと世代違うんで。あ、そうかそうか。そう、ガンダムの話とか、うん、あの北斗の拳とか、うん、いろいろ話してくださるんですけど、うん、そこだけがいつもデザインで汲み取れなくて。あ、そうなんだよな。ちょっとそこは、はい、これから神江さんがどうなるかですけど、うん、そこはあの今の世代にも合わせた言葉を使って。確かにな、そうなんだよな。バスタード出てきた時点でめちゃめちゃ。バスタードは引っかかってくれたのね、ちゃんとね。バスタードは大好きで、うん、私前回持ってんで、うん、俺も持ってる。で結局そのシリケートンボで、そうどうだったの。そうなのよ、あれ本当ちゃんと書いてほしいよな。めちゃくちゃ良かったです、うん、はい、だからこれから俺いろいろ教えをこいたいですよ。
だからさっき教えました会社のやり方それね、うん、あのクリエイティブではだってかなわないですもん、神谷さんに。いや圧倒的に。いやいやいや、私が多分神谷さんに言えるのはそこの会社とか、うん、まあ、そう、全然経験値は中丸の上だもんな、うん、ゲームズとかでは神谷さんの方が全然上で、はい、まあ、経験はね、うん、経験、いや、作品が全部ヒットしてるじゃないですか。いやヒットしてないですから。ヒット、あの売れるじゃなくて、あの、うん、ちゃんと、あの、私がヒットしてるっていうのはお金じゃなくて、あ、はいはい、思い出に残る作品を全部作ってるから、それが、それは私もやりたい。あ、だからそう、俺楽しみだよ、すごい。中村が何をやるか、人の思い出に残りたいです。もちろんお金になることは開発者にとって大事じゃないですか、うん、次の作品作ったりとかお給料になるから大事だけど、うんうんうん、それよりも一番上にあるのはやっぱ印象に残ったものを作って終わりたい、うん、まだ早いだろう、終わるのは。でも今だから作ってる、この間発表になったやつが、うんうん、まあ、言ったら、だからあれが終わりまで完成したらもう初ディレクション作品ってことになるんじゃない。そうです、初ディレクション作品です、うん、はい。あと会社としても、あー、そっか、はい、初 IP で、あー、はい、IP 自分たちが持ってるんで、うん、まあ、それも強いです。だからそこから広げていけるような強力な IP になるように、うん、俺も楽しみにしてる。ありがとうございます、うん、マイルストーンチェックで呼ぶかもしれないです。え、俺を俺なんかもう無能だからアクションだから。いやいや、もう無能で俺ね、人のゲームになると途端に、あ、いいんじゃないですかっていうモードになるんだよね。あ、え、結構的確なフィードバックくれないんですか。くんない。あ自分のことになると俺すげえもうこうなるんだけど、はい、なんか他人のやつだとなんか俺のハードルすげえキュンって下がって、あ、優しくなっちゃうんですね。優しくっていうか、どうでもよくなって、あー、なるほど、あ、なんか適当にコントロールさせて、あ、いいんじゃないですかみたいな、使い物にならなくなる急に自分のだけ自分のだけだから俺ができるの。あ、なるほど、うん。私はアートディレクションとかの場合は、うん、あの、結構自分のもできますけど、うん、実は他のプロジェクトのお手伝いするのはすごく得意で、あ、はい、ちょっとだけ絡んだことあったもんな、うん、ちょっとね、ちょっとだけね、はい、でも、あの、はい、あの、お気に召さずでそんなことないよ、そんな言ってないやん俺そんなこと言ってねえだろ。もうちょっとやりたかったんですけど、ちょっとね、あの、求められてるものが2つあって、あの時にもすでに、うん、まあ、ここあんまり深く深掘りすると複雑なんですけど、そうね、ウィットに行きたい神谷さんと、うん、売れ線を作りたい会社っていう、その気持ちが2つ揺らいじゃってて、デザイナーの中で、まあ、こっち聞かなきゃよかったなと思ってたり、それがあって、あ、もう中途半端なものを上げて終わってしまったなっていうのがあったんで、まあんまりこんな話全然深掘りできない。そうですね、深掘りできないでもお互いに、あの、昔と立場は違えど、うん、はい、クリエイターとしてはずっと、そうだね、うん、同じ肩を並べた仲間だと思うので、はい、これからも学んでいきましょうそうね、はい、お互い、うん、いい刺激を受け合っていきましょういきましょう、うん、はい。まあ、まずは今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あの、今後の中村とアンシーンの活躍をリアルに楽しみにしてます。ありがとうございます、うん、一ユーザーとしてどんなゲームが出てくるのかなっていう、はいはい、うん、あと、あの、一緒にやってた中村がディレクターとしてどういうものを出してくるのかっていう、うん、緊張するいや、でもディレクターって俺も、あの、例えば桜井さんとか横尾さんとか上田さんとかと、まあ、あの、たまに会って話したり、あの、ご飯食べたりとかするんだけど、そういう人との話とかってやっぱり実りが多くて、同じ立場でやってて、うん、なんかそういう仲間がもう一人増えるのかなと思ったら楽しみなので、ぜひ作品を世に出して、うん、それでまたユーザーの評価もいろいろあると思うし、そこから得るものもあると思うしっていうのを経た上での中村とまた楽しい話ができたらなと、ぜひ思います。はい、お願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします。あと僕は、あの、今無職ですけど、いつかできればカムバックしたいなと思ってるんではい、頑張ります。待ってます神谷さんでした。
彼女、まあ、僕もディレクターとしての経験があって、あの、まあ、今は無職なんですけど、まあ、これからディレクターとしても作品作っていきたいと思ってます。そして今彼女はまさにディレクターとして作品作ってるんですが、そういった同じディレクターっていう立場においても彼女にはあの僕にはない力っていうのがあって、もともと彼女はアーティストとして活躍してたっていうのもあって、自分であのアートが描ける、デザインができる、あのビジョンをこう示せるっていうところが彼女の、あの強みで、また個性だと思うんですよね。そういう力を合わせ持ったディレクターっていうのは非常に珍しいと思うので、まあ、そういった彼女がディレクターとしてその彼女の強みを作品に生かしてどういうものを作っていくのかっていうのはすごい興味がありますし、まあ、彼女がそういう力を使って業界で活躍していってくれる人物になったら本当にあのゲーム業界も面白いだろうなと思うので、そういう意味でも彼女の活躍っていうのを楽しみにしています。